皆さんこんにちは、ジーナでーす。今日は火曜日、コンビニ新商品発売日となっております。今週もパンとスイーツからチェックしていきましょう。買ってきた商品はこちら。はい、というわけで今週のコンビニスイーツですね、やっていきましょう。なんですけど今週はね、コンビニもね、お盆休みモードですね。新商品がね結構少ないです。特にセブンイレブンとローソンで、さらにこの今朝火曜の朝にね買えたものが結構少なくって、なので、ね、今回はですね、今週ローソンで名店カレーフェアっていうのが始まってて、私ちょっとねこの商品気になってたんで、そのシリーズの惣菜パンとおにぎり、それもね一緒にやっていきたいと思います。この3種類ですね。そしてセブンイレブンはね、おととい8月11日日曜日にイレギュラー分でスイーツが出てますので、こちらもね一緒にやっていきたいと思います。ファミリーマートはねこんな感じでフルーツ全開ですね。まあ、ただね一方で今日は買えなかったんですが、ファミマザクレープでマロンが出てたりね、少しね秋の気配も入ってきてますよ。前編は全部で8品じっくりチェックしていきましょう。はい、ではセブンイレブンからいきましょう。おととい8月11日発売分です。ホイップだけドラ。はい、中から出すとこんな感じです。見た感じはね、もうまるでファミリーマートのバタービスケットサンドみたいな、そんな見た目をしてますが、よく見ると生地は確かにどら焼き生地ですね。はい、で断面はこんな感じです。本当にね中はホイップ一色ですね。このねホイップなんですが、洋酒入りのホイップクリームだそうです。今切った感触は生地もクリームもね柔らかめでした。私はねあんこが好きなんでね、どら焼きなんだったらあんこ入れてくれよって思うんですけどね、ホイップだけだからどんなホイップが来るかなと思うんですけど、ここはさすがにちょっとあっさりホイップだと物足りなさそうですからね。ミルク感強めで来るのか、それともなんか全体がコクがあって濃厚系なのか気になりますね。うん、ああそうきたか。結構あっさり、言っちゃうけどあんまり特徴ない感じ。ほんのりミルク的な香りと生クリーム的なコクは感じるけど、後口もすっきりめでね、一時期流行ったマリトッツォとかによく挟まってた、たくさん入ってるけど全然くどくない、もうどんどん食べられるような、あんな感じのホイップですよ。これはちょっと私想定外だったし、ちょっとこれ残念ですね。でも何なんだろう、それはやっぱりこのどら焼き生地の風味を生かすため。でもね、どら焼き生地もそんなね香り強くないですよ。全体の食感もそんな引っかかりもないし、アクセントもないし、ふわふわしてて、でスーッと消えてくような感じですね。まあ夏らしいといえば夏らしいけど、本当に商品名の通りの、ただただホイップだけ入れましたっていうどら焼き。これはちょっと私の好みからするとね、ちょっとだいぶ違うんですけどね。まあただ夏だからこそこういう軽いのがいいって人にとってはね、いいかもしれないですね。和菓子的なずっしり感とか、強い甘みとか、そういうのとはちょっと対極にあるどら焼きです。だからどら焼きとしてはちょっと新しい感じではある。どら焼き生地を使ったクリーム軽めのサンドスイーツ。そんな感じですね。気になる方はぜひ試してみてください。はい、ではファミリーマート行きましょう。ブルーベリーロール。はい、中から出すとこんな感じです。ブルーベリーのね、めちゃくちゃいい香りが届いてきました。紫色と白色のこの2色の生地が重なっていて、さらにその中にブルーベリーホイップとブルーベリージャムが入っています。はい、断面はこんな感じです。あ、こうして見るとね、ブルーベリージャムがね、しっかり入ってるのがわかりますね。すごい濃厚そう。ブルーベリーが濃厚で、やっぱりね、食べても香りがいいですね。美味しい。生地がね、いい感じでしっとりなんですよ。しっとりしてて、なんかね、歯切れがいい感じ。すごいふわふわして生地感があるのに、しっとり、ぎゅっとまとまってる感じもあるんですよね。で、さらにそこからクリーミーなコクと、あとやっぱりこのジャムのね、ブルーベリーのすごいフレッシュな風味。生地の食感、クリームのコク、そしてブルーベリーの風味。このね、組み合わせがね、すごくいいです。見た目にも可愛い。まさにね、ブルーベリー尽くしの菓子パンでした。気になる方はぜひ試してみてください。
はい、引き続きファミリーマートです。瀬戸内レモンクリームパイ、はい、中から出すとこんな感じです。今ですね、袋から出した途端香りがなんかね、生クリームみたいな香りがする。はい、で断面はこんな感じです。生地はね、結構ギュッと詰まってて切りやすい感じですね。で、中には瀬戸内レモンクリームとホイップクリームが入っています。いや、あのね、もうさっきの生クリームのような香りがどこから来てるのかね、もう全然わかんないぐらい、食べたら一気にレモンが来ました。レモンの香りがね、すごい強いし、香りそのものがいいし、酸味もしっかり効いてて爽やかですね。美味しい。多分袋開けた時のね、ふわっときたいい香りはね、生地の香りですね。美味しいなんか焼き菓子みたいな香りがします。で、さっき切った時感じた感触と同じ、ギュッと詰まってて、食べてもね、もうバラバラ崩れなくてすごい食べやすい。で、内側のレモンクリームのレモンの風味がとにかく強くて、ただその嫌な強さじゃないんですよ。レモンのいい香りにいいバランスで酸味が加わってて、それがね、濃厚に口の中で広がる感じ。でもこのホイップはね、本当にあの周りに脇役としてコクをプラスしてくれてるような、そんな感じですね。ちょっとこの生地を多めで。うん、あ、やっぱね、生地の味がいいわ。すごい美味しい焼き菓子にコクのあるホイップクリームとレモンソースをかけて食べてるような、そんな感覚に感じました。味の中心はもちろんこのレモンクリームなんだけど、パイ生地自体も主役になれるような、そんな感じの、ね、生地ですね。やっぱり夏はこのレモン系いいですね。レモンの風味そのものもいいし、この酸味がすごくね、爽やかでいいです。気になる方はぜひ試してみてください。はい、ではここで惣菜挟みましょう。ローソンの名店カレーフェアですね。まずはこちら、100時間カレー監修欧風カレードッグ。はい、中から出すとこんな感じです。温めてくださいということだったので、500ワットで45秒温めてきました。カレールーの上にね、生クリーム入りのチーズソースがかかっていて、今見えてませんが、これキャベツも入ってるそうです。で、中にね、ウインナーが挟まってますね。はい、で、断面はこんな感じです。ウインナーがね、結構ジューシーっぽくて美味しそうですよ。はい、100時間カレー監修ですね。100時間カレーに私1回行ったことありますね。100時間かけて作るから100時間カレーだったかな。欧風カレードッグ、なんかね、カレーがすごい濃厚そう。すごい、なんかめちゃくちゃコクがある濃厚カレーですね。もうこんだけ大きな粗挽きソーセージが入ってるんだけど、全然そこにね、持ってかれない。ちゃんとね、カレーが主役ですよ。キャベツはよくわかんないな。とにかくなんかカレーがコクがあるなーっていうのがすごい印象強い。辛さはそんなに来ないかな。まあ、ある程度辛さはあるんだろうけど、それよりもコクとかまろやかさとか、そっちの方がね、勝ってますね。美味しい。で、ソーセージは見た目の通り、超粗挽き系。パキって割れました。で、油がね、じゅわっと溢れてくる感じ。それがまたこの濃厚なカレーと合いますね。さらにね、これチーズですから。パンはね、ふわふわ。電子レンジで温めるから余計ふわふわしてるんだけど、そことのね、組み合わせもいいです。とにかく濃厚、コクがあってまろやか。私の遠い記憶にある100時間カレーもね、どちらかというと結構じっくり煮込まれた感じ。そのイメージ通りのね、カレードッグでした。気になる方はぜひ試してみてください。はい、続いてこちら、カリー本舗監修ですね。半熟卵入り焼きカレーパン。はい、中から出すとこんな感じです。パンはね、すごいふわふわですね。柔らかい。はい、で、断面はこんな感じです。ほんとだ。中に半熟卵が入ってます。いい半熟具合ですよ。今朝、予告のショート、TikTok もそうだし、X、インスタもそうなんだけど、ショート系を出すのがね、いつもより遅くなっちゃったんですよ。これなんで遅くなったかっていうと、このカリー本舗のね、D の字が出せなくって、ずっと探してたの。で、どうやっても出なくてなんか困ってたら、これもともとなんかね、普通には出せない字だったみたいで、ローソンの公式ウェブもやっぱ出せなくって、なんか注意書きがしてあった。本当はこっちの字ですみたいな。なんで私今回その概要欄とか、あとそのハッシュタグとかもね、つけてるんですけど、このリーの字が全部間違ってるんで、正しくはこれガンダレって言うんだっけ？口辺にガンダレに里。このリーが正しい感じです。出す努力はしたんですけど、ちょっとね、出ませんでしたってことでお伝えしておきます。っていうか、卵が美味しい。ちょっとカレーよく分からなかった。あ、でもちょっと辛めかな。さっきの100時間カレーよりは、今後口にすごい辛みが残ってる。
あの結構唐辛子的な後からじんわりくるようなそういう辛み、卵が入ってない部分食べてみます。うん、一般的な中辛よりちょっと辛いぐらいかな。辛口まではいかないかもしれない。あ、でもね、チーズが入ってるんですよ。そこが結構ね、まろやかにしてくれてますね。あの、チーズはチーズでも、なんかチェダーのスライスみたいな、結構その濃厚なチーズの風味が、この辛みの強いカレーにね、めちゃ合いますね。でもやっぱね、これはね、パン生地のウェイトがちょっと強すぎちゃって、そっちの方に結構食感と風味持ってかれちゃいますね。でもカレーは美味しそうだから、これは普通にあのカレーの方を食べてみたいですね。あのさっきのあの100時間カレーもそうだけど、今回は私はパンとおにぎりを選びましたが、普通にあのカレー出てるんで、気になる方はね、ぜひそっちも食べてみてください。でもね、カレーの辛みがしっかりくるし、で、さっきも言ったけど、チーズがね、結構アクセントになってます。気になる方はぜひ試してみてくださーい。はい、じゃあ名店カレーもう一ついきましょう。こちらがカリー屋ガル監修チキチキカレーおにぎり。はい、中から出すとこんな感じです。鮮やかなターメリック色ですね。ていうかね、色もターメリックなんだけど、香りがすごいスパイシーですね。はい、でちょっと綺麗にこれ割りたかったんだけど崩れてしまいました。中にはね、これチキンがゴロゴロ入ってます。でね、中開いたら余計にね、スパイシーな香りがドーンと届いてきましたよ。はい、カリーヤガル監修、私初めて聞きましたね。でそこの、あの人気メニューにチキチキカレーっていうのがあるんですって。でやっぱりね、香りがそうだったようにスパイシーな香りがね、このお店特徴のようですね。もうすごいもん、香りが。ちょっとね、おにぎり崩れちゃったんでスプーンで食べます。うーん、あ、やっぱ香りがいい。あ、でもなんかめちゃくちゃスパイシーなんだけど、そんななんか辛いって感じはないですね。なんかね、遠くで辛みを感じるんだけど、この舌の上にストレートに来る辛みじゃない。とにかくスパイシー。プラス、このね、鶏肉が結構大ぶりで入ってるんで、そのあの鶏肉の香りと食感。で、このね、お肉自体にもなんかね、ソースが絡まってて、そこからもね、カレーの風味を感じる。ちょっと肉だけ。あ、やっぱり香りがいい。今回3種類のお店監修かな。結構あの、それぞれのカレーの個性がね、違ってて面白いですね。さっきも言いましたが、それぞれのカレーが出てるんでね、ぜひ気になるところで食べてみてほしいですけど、私このガル食べてみたいですね。私スパイスカレー好きだから。見た目もね、色鮮やかですけど、本当にスパイシーで香りがいいです。気になる方はぜひ試してみてくださーい。はい、これ同じくローソンなんですが、これ情報は出てなかったんですよね。なんでね、詳細はわからないんですけど、前からある商品ですが、リニューアルかな？気になったので買ってきました。チョコチュロッキー。はい、中から出すとこんな感じです。こういうちょっとね、もう真っ黒なチュロスですね。表面にちょっとうっすらとね、グレーズみたいなのがかかってます。はい、で、断面はこんな感じです。表面はね、さっくりしてるんだけど、内側がね、ちょっとしっとりなんですよね。食べてどうでしょう？はい、もうローソンね、結構あの、毎回お決まりですけど、こういうあの、お正月とかね、なんか多分会社的にお休みの時に出してくるのが、このチュロッキー。だからなんかそういうタイミングで前も紹介したことあると思うんですけど、その時チョコだったかな？チョコクロッキー自体もね、前からありますよね。すごい人気商品だったと思うんだけど、改めて食べてみたいと思います。めちゃくちゃ気持ちのいいサクサク感。でもやっぱりね、中心の部分がちょっとしっとりしてるんですよ。そこがまた気持ちがいい。美味しい。動画でこのチュロッキーやるたんびに同じこと言ってると思うんですけど、普段買わないんですよ。ただこの動画で食べるとね、なんだめちゃくちゃ美味しいじゃんって思うんだよね。この表面のサクサクさがね、たまんないですね。で、味が結構ね、ココアクッキー的な味です。やば、これ止まらなくなる。でも結構これカロリーあるよね。見なきゃよかった。脂質 40g 超えです。やばいね。はい、カロリー爆弾ですけど美味しい。そしてこの、ね、食感がね、いいですね。気になる方はぜひ試してみてください。はい、では最後、こちらまたおなじみですね。ローソンで買える徳島産業の商品なんですが、今回はね、金沢のこの兼六庵っていう、このお店の商品の、まあ、コンビニ向け製品を徳島産業が作ったってことなのかな？ちょっとね、よくわからないんですよ。ある意味、徳島産業らしからぬ商品が出てきました。
はい、中から出すとこんな感じです。この水餅とね、黒蜜にきな粉がついてます。でいつものね、徳島産業だったのでんぷんのりみたいな、またあの食感なのかなと思ったんですけどね、今回はあのかなりプルプルで、ちょっとまたこれもね質感違いますよ。はい、できな粉と黒蜜かけてみました。これまたね、ちょっと信玄餅現象が出てますけど、あのきな粉にね黒蜜かけたら弾くんですよね。ちょっと一体感が、ね、ない感じですけどね、かけるとこんな感じです。あのね、切れてないわらび餅みたいな、わらび餅かな、なんかわらび餅っていうよりももうちょっとプルンとしてるかな。すくいづらいし食べづらい。うん、普通に美味しい。ん、これなんかちょっと酸味を感じるんだけどな、何なんだろう、梅ゼリーかなって思うような、いやでも酸味的なものは入ってないから、蜜の香りなのかきな粉の香りなのか、私がなんか変な脳内変換をしてそう感じてるだけなのか、ちょっとなんかきな粉と黒蜜以外になんか普段こういうお菓子では感じない風味を感じた。食べづらいなこれ、普段の徳島産業のあのでんぷんのりの方が食べやすいね。なんかいるんですよ、梅ゼリーの100倍ぐらい薄めたような、なんかでもそれがきな粉と黒蜜で私合ってないように感じるんですよ。これはちょっともう個人的な好みかもしれないけど、でまあ食感はいいですね、つるんとしてて、暑い夏にねこういうデザートがコンビニで買えるっていうのもいいですね。気になる方はぜひ試してみてください。はい、ごちそうさまでした。今週も美味しく始まりました。今回のおすすめはですね、まずはファミリーマート瀬戸内レモンクリームパイ。もうあれはね、レモンの風味も、あとね、パイ生地の風味もね、どっちも良かったですね。クリームはレモンが強くて美味しかったし、生地は生地で風味が良くて、それ自体がね、メインにもなり得るような、そんなね、組み合わせでしたね。もうこのね、暑い夏ね、やっぱね、レモン系のあの風味はね、すごく爽やかでいいですね。そして、ローソン、チョコチュロッキー。普段あんま食べないんですよね。食べたらやっぱ美味しいなと感じる。まあカロリーはちょっと高いですけどね。やっぱあの外側サクサクの食感がね、またこの食感フェチの方にはね、おすすめしたいです。で、そしてローソンはあの名店カレーフェアですね。今日もね、3つ食べましたけど、商品としておすすめなのは、100時間カレーの、あの欧風カレードッグ。カレー自体の濃厚さも良かったし、あの粗挽き感のあるウインナーとね、チーズとの組み合わせも良かったですね。ただね、さっきも言ったんですけど、カレーそのものにね、一番興味をそそられたのは、ガル。私がちょっとスパイス系が好きっていうのもあるんですけど、もうとにかくね、香りが良かったんですよ。これはぜひね、普通にカレーライスで食べてみたいなというふうに思いました。結構ね、3つも個性がバラバラだったので、ぜひね、あの皆さんも気になるところで食べてみてください。はい、というわけでまずは前編ですね。あの冒頭でもお話ししたんですけど、今週ちょっとね、あの全体的に品数が寂しい感じで、特にちょっとね、あの今朝買えなかったのが多かったっていうのがね、ちょっと残念でしたね。まずはファミリーマート、これも冒頭で話しましたが、ファミマザクレープのねマロンが来ますよ。もう秋の味覚ですね。あとはね、ファミリーマートとセブンイレブンで宇治抹茶のスイーツが出てきます。どっちもね、これはまだまだね夏系。ファミマは宇治抹茶のゼリーだし、セブンイレブンはねミルクわらびですね。あとローソンはね、ふわこいチーズケーキのアールグレー風味が出てきますよ。紅茶もね合いそうですからね、これも楽しみです。ちょっとね、後編ね、買いたかったものをできるだけ揃えたいと思いますので、ぜひ後編もお楽しみにお待ちください。この動画良かったなと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方は、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、では今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。